コンパス、無線機、日焼け止め、ホットドッグのジャケット。これなんだよ。ほら、海で迷子になったら誰かが、多分ルーイがお腹空いて何でもかじり出すでしょ。ルーイの嫌いなホットドッグを着てれば安全。ルーイはホットドッグより僕らをかじるって言ってる。ホットドッグ大嫌い。これはいらないな。じゃあ、あとは何すればいい？もう揃ったよ。水筒もあるし、パドルもある。じゃあ、出航だー！ピヨーン！やったぞ！僕ら、カヤックで何度も海に出てるから大丈夫だよ。じゃあ、私、海図を見るね。海図はヒューイが見るんだよ。迷子船長がダメだから。おい！呼ぶなら迷子船長殿だろ。迷子船長！迷子船長！迷子船長！わけわかんないけど面白い。バカバカしい話なんだよ。海に出た時ルーイが迷子になった。ああ君もいればよかったね。今回は一緒だ。出発だ、冒険の旅に。ちょっと気をつけてよ。おい、早く冒険しよう。今まで4人で乗ったことないからな。ウェビー、僕と変わろう。あ、私はいいよ。本当に？本当。みんなが戻ってから行くね。この迷子船長のせいでまた迷子にならなければね。迷子船長、迷子船長。この掛け声楽しいよな。迷子の水兵が大きな渦に巻き込まれた。このままでは生き残れない。助けて。やっぱり私も海に出なくちゃならないみたいね。